Alright, ladies and gentlemen, welcome back to more Yakuza 5. My name is Raven from the Sky. Let's do this. Sateto. Atoa Jikanga Kurumade, Kakuji Jiu Kodo, Shimase. So this, ne? Sorezore, Mada Yarino Kosterkoto, Arde Shoshi. Sena. So then. この店自由に使って構わないってママから伝言です。毛布も用意してもらったんで、休みたい時にでも使ってください。そんなとこですかね。準備が済んだら合流しよう。いいですか。わかった。じゃあ、明日の夕方、行動開始で。キリュウさん。ああ。じゃあ。うわ、超話題になってるよ、今日のコンサート。え、本当？うん、ほら。うわ、本当だ。はるか、聞いてる？あ、はい。でも本当よかったね。お客さん入らなかったらどうしようかと思ったけど。そうだよね。マジで頑張ろう。あー、変な緊張してきちゃった。やっば。どうしたの、はるか。大丈夫？はい。本番まであと1時間もあるのよ。今から緊張しても仕方ないでしょ。いや、そうじゃなくて。じゃあ何？あ、もしかして彼氏？だったら電話してきたら？まだ時間あるんだし。はるか、許してくれるよね、おじさん。それじゃあ、そろそろドームに向かいますか。ああ。ちょっと大変よ。どうした？テレビつけて。速報です。本日17時過ぎ、警視庁は東京神室町中心部にあるビルミレニアムタワーが何者かによって占拠されたとの発表しました。犯人は広域指定暴力団東条会の幹部真島五郎氏を人質に最上階に立てこもっているとのことです。繰り返します。本日17時過ぎ、警視庁は東京
何やって兄弟が。どうしますか。コンサートまで時間がありませんが。とにかくミレニアムタワーまで急ぐぞ。 どういうことや。どうした。この男の大門真島組の門へ。何だと。どうなったんですか。これはそういうことだったのか。奴らの目的はキリュウさんと冴島さんの命だけじゃない。 この星から完全に真島組と東条会を追い出すことになったんだ。真島組と東条会を追い出すだと。きっと奴らはこの騒動を真島組の仕業に見せかける腹なんです。真島さんを人質に取ったのもそのため。真島さんを犯人から救おうとした組員たちの暴動に見せかける演出なんですよ。これは。 Not this dude again. どうしましょうか? He's got a whole army behind him. マジマさんもハルカちゃんも、いや、この町全員の命が危ない。ここでいくら戦っても拉致が明けません。手分けしていくしかないようだな。頼みがある。俺をマジマの兄弟のとこに行かせてくれ。サイジマさん。 兄弟が生きとると分かった以上、行かなあかん。一発ぶん殴ってやらんと気が済まんわ。はるかちゃんはどうしますか。俺が行きますよ。それがいい。お前が?ねえ、キリュウさんじゃ目立ちすぎますからね。それに俺は球場にも詳しいし、敵に顔もろくに知られてないはずですから。 だが間違えば命を落とす危険性もある。お前だけを生かせるわけには。そんなこと言ってられる場合じゃないでしょう。死なだ。俺の夢は元を正せば堂島君にもらったようなものなんです。沢田と甲子園で出会うことがなければ俺の野球人生は20年前に終わってたはずなんだ。だが俺は堂島君に夢を守ってもらった。だから今度は 俺が堂島大吾の夢を守る番なんです。俺に行かせてください。俺が必ずハルカちゃんを守ります。その代わり桐生さんと秋山さんは
道島くんが命がけで守ろうとしたこの町、それに東条会を守り抜いてください。お願いします。わかった。西島、品田、ここは俺と秋山で守る。その間に地下からそれぞれの場所に向かえ。ああ、はい。それじゃ行くぜ。Do we have to carve through this whole army? Saijima-san! Ikude! Shinada! Yoku kore dake atsumaru mon da.Let's see. Kiryu. やるしかないですね。ああ、行くで、品田。
品田。はい。一つ頼みたいことがある。何ですかこんな時に。ドームに行ったら多分ババっちゅうやつがおるはずや。ババ？ああ、黒沢の手下で俺のことを脱獄するよう導き出したやつや。それで何を。そいつにおたらな、伝えてほしいんや。俺はこの町でずっとお前を待っとるでな。は？何ですかそれ。俺はあいつと杯交わす約束したんや。杯？あいつはまだ若い。ぶん殴って目覚まさせてやらんと何しでかすかわからん。せやから遥かだけやらんと、ババのことも救ってやってほしいんや。ったく、義理人情もここまで来るとすがすがしいですね。あ、なんか言うたか。いや、とりあえず今目の前の敵を片付けましょう。ああ。The whole time I was talking, I was doing no damage. What sense does that make?
tried to. はるか、 準備はいいわね。 さあ、夢のユニット、 ドリームラインの始まりよ。 私たちも思いっきり楽しもう。 黒沢、やっぱりお前が来たか。つくづくお前らは期待を裏切らない。感動するぜ。真島は、真島はどこにおるんや。 Thought he was dead. Kyodai. Majima! Kanya, Kyodai. Konai na koto ni natte shimote. Kurosawa! 何をしてんねん、お前。これでいい。おい。さあ、始めるんだ。 してんねえ。
俺らは殺し合いをせんといかんらしい。なんやと。俺にはな、キリュウちゃんの命より大切なもの見捨てることはできんかった。何わけのわからんこと言うとんねえお前。こういうことだ。合図をすればすぐにその女を射殺するよう命令してある。これ以上は説明しなくてもわかるよな。貴様、沢村遥の命を救いたいのなら自分の兄弟を殺せ。真島が勝てばその瞬間射殺、二人とも仲良く天国に送ってやる。だが冴島、もしもお前が勝てばその命、助けてやる。なんやと。お前は東条会を破門された腹いせに真島を人質に立てこもり殺害した犯人として一生を塀の中で過ごすことができる。無所暮らしは好きだったんだよな、お前。この下道が。兄弟、やる気なんか。やらんかったら5万人の目の前で夢が散る。俺らが死んだところで悲しむ人間はそうはおらん。答えは一つや。そんな体でほんまに俺とやり合うつもりなんかい。5分と持たんで。今のお前と俺は力が違いすぎる。お前も言うとったはずや。昔とはちゃう。俺の相手はもうでけへんて。その通り。そやったらなんで。確かに2年前俺はお前の相手ができんかった。それはな、あん時のお前が弱すぎたからや。何やと。2年前バッティングセンターでお前の戦い見た時によう分かったわ。お前はシャバに出て登場会に戻ったことで牙を研ぐことをやめてしもうた。牙を錆びつかせたら極道はしまいや。せやから俺はお前に引退するよう勧めたんや。引退。そう、お前の波紋状あれ出したんは森永でも青山でもない。あの波紋状は札幌に渡る前に俺自身の手で出したもんやったんや。お前がほんまやったら弱なったお前をこの事件に巻き込むつもりはなかった。せやけどお前の18人殺しっちゅう伝説がそれを許さんかった。兄弟、さあ脱げや。ちゃんと目の前で証明してくれ。俺の親友は光る牙取り戻したっちゅうことをな。
やるしかないんや。勘弁せや、兄弟。アホが。ここであの子を見殺しにするような男やったら、どのみちわしの方から殺しに行っとったわ。感謝するで、黒沢。ん？こうしてまた本気で兄弟とやり合える。情けかけられたまま兄弟に死なれてもうたら、俺は死んでも死にきれんかったとこや。ほな、行くで、兄弟。ああ、俺らの最後の喧嘩の花、しっかり咲かせたるやないかい。Goro Majima. Where?
しいで兄弟。前より若くなっとるやないかい。お前もな、兄弟。どうした？もう終わりか。もっと戦え。お前らがやり合わないんだったら沢村遥を殺すだけだぞ。どうした？なんで電話に出ない？こういうことや。ババさんだね。やっぱり。あ、そうか。その様子じゃハルカちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ。カメラ置いてってんじゃねえよ。ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン塔は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ裏方ってのは。あんた、この事件の裏方なんだろ。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。何わけのわかんないこと言ってんださっきから。あの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でも何でもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目に遭えって言ってんだよ。なんだと。あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。偉そうな口聞くんじゃねえ。Okay, mofo.
Man, I hate how that drains your freaking meat. Oh no. Yeah.
なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ あんた冴島さんの仲間なんだろ。だったら伝えてくれ。戻れなくてすいませんって。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん。どうしてみんな。何やってんだババ。自分から命捨てるバカがあるか。大島さん。よかった。超法規的措置使ってまで東京に来た甲斐がありましたね、高坂さん。ああ。どういうこと？あの刑務所の騒動からしばらくして、お前ら二人が月見野にいるとき、冴島さんから高坂さんに連絡があったんだよ。連絡？ああ、馬場を救い出してやってほしいってな。俺を？冴島さん気づいていたみたいなんだ。馬場ちゃんが誰かの指示で動かされた人間だったって。冴島さんからの伝言だ。網走で待つ、兄弟一緒に同じ罪を償おうってな。帰ろう、ババ。お前には待っている人間がいるんだ。あいついいな、戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、品田。高杉さん急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。そうじゃねえよ、金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういや、ミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな、お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分、3000でいいから店に来いってよ。みんなお前の顔が見たいってよ。帰ってこい、品田。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい品田、お前ちゃんと聞いてんのかよ。おい、おい、シャダ、やっぱ悪い、シャダ、おい、おい、シナダ、おい、来るかい。なんだこいつ、
まさか失敗したのか。クソ、こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺して。まさか。もう終わりだ、黒沢。堂島、お前。さすがにここまで長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっとはるか、どうしたのそれ。え、ちょっとやばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや本当に。いいからここで待ってな。Here we go. タバコやめとくんだったな。こんなんだったら。そういや、西島さんと品田どうなってますかね。お前らの負けだ、堂島。何を言っているんだ、この後に及んで。時間切れなんだよ、もう。親父。堂島、お前の言った通りだ。もう俺の体は限界だ。それじゃあお前、まさか。そう、あの話は本当だったんだ。
俺は本当に末期のガンだったんだよ。親父、そんな体でどうしてこんなことを。どうしてもこの目で見たかったんだ。俺が築き上げた力のすべてを、あいつが引き継ぐ瞬間をな。まだ嫌がったのか。I thought he was going to answer himself. Or is it?ですダイゴ、お前意識を取り戻したのか。詳しい説明は後でします。それより黒沢の本当の目的はキリュウさんたちの命でもカムロ町でもありません。登場会、それに近江連合そのものをある男に受け渡すためのものだったんです。ある男だと誰なんだそれは。とにかく今は時間がない。お願いします。今すぐ登場会本部に向かってください。行けば全てが分かるはずです。分かった。Tojo Headquarters。ここは任せてください、キリュウさん。今すぐ行かなきゃならない場所があるんですよね。だが、どっちにしても、俺はあの金井って化け物とケリをつける必要があるんです。それに俺はこの町の住人だ。町を壊したあいつらを許してはおけない。ここは俺に譲って。さあ。頼んだ。さあ、これで俺もこの町の伝説になれるかな。行くぞ、カナイ。覚悟せえ。Of course, the last hit hits me. Get up. Of course, after we already done beat the brakes off him, he gets like 5 health bars.
しぶといね。まだや。あと少しで次の部隊が到着する。もうこの町は終わりなんや。何？黒沢の親父の息のかかった連中は全部こっちで始末した。何やった？踊れらが自分勝手な夢描いてる間に、わしらはわしらでもっと大きな夢に向かって動いとった。山笠組に北方組、東条会に近江連合、皆、道島に真島、それに桐生藩と戦うことで互いに繋がれた絆なんや。もう踊れらの好きにはさせん。踊れらの敵はこの国の極道全員じゃ。近江連合は今日までただの一度も頭を下げたことはない。それが近江が最強たるゆえんや。せやけど今日だけは頭下げさせてもらう。秋山藩、世話になった。どうや、ただの金貸しが極道の上に立った気分は？いや、あんまりいいもんじゃないね。あんたって人の器のでかさが身に染みてわかるよ。あとは桐生さんがどう締めくくるか、それだけか。東条会直系の組長たち、
待ってましたよ。四代目、お前は相沢、どうしてお前がここに。それが自分でもよくわかんないんすよ。なんだと。俺はついこの前まで会長警護役とは名ばかりのただのチンピラでした。それが今はこの椅子に座ってる。そこは第五の場所だ。お前が座っていい場所じゃない。本当にそうでしょうか。俺にその資格がないというんなら、道島会長だって同じようなもんでしょう。どういう意味だ。四代目、あなたは堂島会長が本当に構成員3万人という組織の頂点にいるべき人間だと思ってるんですか。何が言いたい。堂島会長が現在の地位につけたのは大幹部だった堂島組長の意向や四代目だったあなたの口添えによるところが大きい。寺田五代目の裏切りによって登場会がバラバラになりさえしなければ絶対に後目を継ぐことなんてできなかった。ですが裏を返せば極道の地位なんて所詮そんなものだってことですよ。いくら力や金を持っていてもコネがなければのし上がれない。だから未だに杯なんて古臭いものにこだわってるんです。お前と黒沢は一体どういう関係なんだ。俺は黒沢会長の実の息子なんですよ。あの相沢があんたの息子だったとはな。俺の極道人生は最初からつまずきっぱなしだった。最初に杯交わした親父は四次団体の弱小組織、偉くなるためには人が好んでやらねえような仕事ばかりやってきた。この中に仕事でヘマをした責任を取って他人のクソを食ったことがあるやつがいるか。肩で風切って歩いて暴力でのし上がっていけるのは強力な後ろ盾があるやつらだ。だが俺にはそれはなかった。俺は自分がのし上がるため自分の兄貴分を殺し、親父を殺し、血と汗にまみれながら上を目指していった。だがな、脇目も振らずにのし上がった結果手に入れたものは権力という力だけだった。半年前だったよ。軽い肺炎と思って入院した病院で突然肺がんを宣告されたんだ。俺はその時初めて焦った自分には苦労して手に入れた金も力も残してやれる人間は
それで黒沢は血のつながったお前に全てを残そうとした。そういうことか。そうです。でも俺が極道でなかったら、あの人はどうするつもりだったんでしょうね。ほんと、死ぬ前の人間が考えることは理解できません。だがお前は黒沢の計画に乗った。兄貴分だった森永を裏切って殺したのもお前なのか。途中までは計画通りに行ってたんです。森永さんも今の登場会のあり方に疑問を抱いてた一人です。いろいろと協力してくれました。だが森永さんは福岡で道島会長がいなくなってからというもの、俺に計画から降りるよう迫ってきた。森永さんは俺にこう言いました。お前には桐生一馬を超えることなどできない、今すぐこの計画から手を引けとね。福岡であなたに接触したのは間違いでした。あなたは危険すぎる。あなたのそばにいる人間は皆あなたの魅力に引きつけられていく。相沢。でもそれが生まれ持ったカリスマだっていうなら、そんなんだったらずっとあんたが登場会のトップやってりゃよかったんだ。違いますか？家柄、それに才能、強いやつが勝つはずの極道の世界で、そんな生まれ持ったもんだけで勝負が決まるなんてバカバカしい。だから俺はあんたたちカリスマと呼ばれる人間が派手に暴れ回る裏で一人自分を鍛え続けた。強いやつが勝つ、それだけを信じてね。正直あんなクソみたいな親父が残してくれたもんなんてどうでもいいんです。俺は今初めて自分の力で頂点の人間と戦うことができる。あんたに勝てばこの世界のてっぺんに立つことができるのか、それを試したいんですよ。ハンデなしでお願いします、キリュウさん。後半開始ね。次はいよいよドリームラインのデビュー曲のお披露目よ。気合い入れ直していこうね、あずさ。ええ、はるかもいい？次の曲はあなたがメインなんだからね。ん、はるか聞いてる？ありがとうね、舞さん、あずささん。突然どうしちゃったの？行こう、私たちの夢の舞台に。私たちは今日新ユニットドリームラインとしての第一歩を踏み出します。ドリームライン、夢の航路。
私たちの歌を聴いてくれた皆さんのもとに少しでも夢が運ばれていくことを願っています。聴いてください、ドリーム。さあ決着をつけましょう、キリュウさん。相沢、一つ教えといてやる。何ですか？人間には才のある人間とそうでない人間の二種類がいる。だがな、才のある人間の中に自分の才能だけで強くなったやつは一人もいない。超えるんだ。壁を見つけて超えていく。人ってのは乗り越えることでしか成長できねえんだ。キリュウ、お前の理屈は間違っちゃいない。乗り越えるべき壁が俺だというのなら付き合ってやる。二度と乗り越えようとすら思えない力の差、一度だけ味合わせてやる。それじゃあ俺はあんたを倒し、名実ともに極道の頂点に立ってみせます。ああ、超えてみろ。だが俺も超え続けてきたということをその体に教えてやる。行くぞ、キリュウ！やるじゃねえか。効かねえな。
got a million health bars. Hey, hot, won't you? Hey,
God. Oh, no! Ah!
I could have. Thank you.
這い上がれ、相沢。何年経っても構わない。這い上がって、また俺に向かってこい。そん時まで、待っててやるぜ。やってるの？次の曲始まるわよ。はるか。実は皆さんにどうしても話しておかなければならないことがあります。今私がこのステージの上に立てているのは決して自分一人の力ではありません。私を支えてくれた事務所の社長やマネージャー、ダメな私を見捨てずに指導してくれた先生方、プリンセスリーグで互いに競い合ったライバルたち、そして何よりもこんな私のことを応援してくれるみんなのおかげです。でもそんなみんなに隠していたことがあります。それは私の家族のことです。私はずっと自分の親の顔を知らずに育ちました。親のいない私にとって養護施設で一緒に暮らす子供たちや面倒を見てくれるおじさんは本当の家族以上に大切な存在でした。でもその大好きなみんなから私は離れてしまいました。アイドルとしてデビューするためです。何やってんだあいつは。警備に指示して止めさせろ。はい。アイドルって女の子なら誰もが一度は夢に見ますよね。もちろん私もそうでした。でも私にはそれ以上に決して裕福とは言えない現実がありました。私は自分がアイドルになって成功することで養護施設の経営を助けられると思いました。しかしそれは同時に私をこれまで育ててくれた大事な人との絆を断ち切ることにつながったんです。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。けど今はもうおじさんのことを家族とは呼んじゃいけないんです。それでも私後悔はしてません。
私にこの世界を見せてくれた事務所の社長には言葉にはできないくらいの感謝をしています。毎日が新鮮な驚きに満ちていて、嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、たくさんありました。これからもそんな生活が続くのかと思うと心がワクワクします。けどファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。今日この舞台に立って私にとって何が一番大事なのかやっと分かりました。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。夢じゃないのか。違うよ。私はここにいるよ。Alright, ladies and gentlemen, thanks for watching. My name is Raven from the Sky. If you enjoyed the series, drop a like and subscribe to help the channel grow. Take care, and I'll catch you guys in the next one, alright? Peace out.